憲兵として夜間の未成年立ち入りは制限させて人を待たせているのだが
最前線復帰は見送りとなった。左今はしばらく お気遣いありがとうございます。残念ですが仕方ありません。引き続き調査研究に専念いたします。私は別にいい。